皆さん、こんばんは。作家でヨガ講師、加古です。今日も、昨日に引き続き、ごめんなさい、間違えちゃった。幸せに生きる知恵、ヨガの幸せに生きる知恵ではなくて、ちょっと待ってくださいね。はい、お待たせしました。産む産まない妻たちのつぶやき、昨日に引き続き、朗読していきます。なぜね、昨日から産む産まない朗読また始めたかと言いますと、小池百合子都知事が、お子様1人、東京都18歳未満のお子様に5000円の毎月支給をしようというね、発言をされたんですね。なので、産む産まない、少子高齢化がどんどん進んでいて、このままだったら日本人はいなくなってしまうんじゃないかっていうね、発言がありました。で、そこでね、私たちはもう一度、産む産まないどういうことなのか、そして私たちにとって幸せとは何なのかということをね、もう一度考えてみてもいいんじゃないかなとも思います。もちろんね、現金が支給されるのは大変嬉しいことです。ですが、昨日も言いましたが、お金の問題だけじゃないんじゃないかなっていうふうに思うんですね。はい、価値観が変わってきています。昔はね、もう本当にひどいことに、女性は産む道具だみたいにね、言われてましたよね。そして、昨日じゃないかな、お正月中に家光のね、ドラマを見たんですけれども、将軍様も大奥というのがあってね、正妻に男の子が生まれないと側室にね、子供を産ませるということがあったようでございます。今そんなことがあったらね、とんでもないことですよね。で、昔の政治家は結構二号さんがいたりとか、今そんなことがあったらスキャンダルで政治家生命もね、終わってしまいますけど、ご視聴ありがとうございます。ということで、今日のところも産む産まない妻たちのつぶやき、これはドキュメンタリーで、昔というか、これいつの出版だったかな、ちょっと見ましょう。平成21年でございます。平成21年ってことは2009年、なんと今23年だから、14年前に出版した本ですが、ちょっとね、今の事情とは違うかもしれませんが、共通部分があるかと思うんですね。で、女性にはね、子供を産める制限、年齢制限がもちろんあります。なので、子供が欲しいなと思う人は、45歳までなんとかね、第一子埋めるといいんじゃないかなとは思うんですけど、昔だったらね、20代で大体結婚して、子供を1人2人3人と産んでいたかなと思います、ね、今結婚されない方もいます。もちろんね、それもその人の選択ですからいいと思うんですけれどもね。はい、それではね、今日読むところは、悲しみを乗り越えて元気なシングルマザーに、シングルマザーのお話ですね。先日読んだのは、お子さんね、双子のお子さん、子供4人を産んで育てた方の専業主婦のお話でした。この方はシングルマザー、今シングルマザーも多いですよね。で、この方の時ってやっぱりシングルマザーはすごい少なくて、すごく頑張って子育てされてきていますね。はい、そう、歌人の与謝野晶子さんも10人ぐらいお子さん生まれてるんですね。で、その中で与謝野晶子は10人の子育てをしながら、歌人としても自分の作品を発表し、そして夫の与謝野鉄幹もね、支えてきたというスーパーウーマンですよね。この人だからできたんでしょうね。今みたいに家電がない時代ですから、すごいエネルギーの方かなと思うんですけど、さあちょっと読んでいきましょう。中島よ、もちろん仮名ですからね。はい、ダンスインストラクター、ダンススタジオ経営の中島陽子さん、43歳の方のお話です。
中島陽子さんはヒップホップのダンスインストラクターをしつつ、ダンススタジオの経営もしている。数年前までは現役のダンサーとしても舞台で踊っていた。長年鍛えた体には贅肉がない。3人の子供を産んでいるとはとても思えない人だ。華やかな人で、そこにいるだけでその場が明るくなる。陽子さんは高校を卒業するとプロのダンサーとして舞台で踊っていた。バックダンサーとしてテレビにも出演していた。芸能の仕事は売れているときは息つく暇もないくらい忙しい。陽子さんが20歳のとき、海のキャンペーンガールの仕事で鎌倉に行った。その時知り合ったプロのウィンドサーファーと3年間付き合って23歳で結婚。陽子さんは結婚と同時に芸能界を辞めた。プロのサーファーだった彼は会社に就職した。結婚1年後に長女を出産。家族としての形を整え、幸せを感じる暮らしをしていた。それから3年後に長男を出産。女の子と男の子の両方は欲しかったので、すごく嬉しかったです。夫も喜んでいました。でも彼は子供の面倒を見る人ではなかったんです。生活の変化は長男が3ヶ月の時に現れた。息子の口の中に顎口腫ができたんです。それがなかなか消えませんでした。熱もよく出しました。長男が生後6ヶ月の時に肺炎にかかり、 Y小児医療病院に入院した。その時に日本で100万人に1人の割合で発症していると言われる難病にかかっていることがわかる。もう言葉に表せないくらいショックでした。夫は私以上にショックを受けたようです。普通なら起こらないような悲劇が降りかかってきたのですから、女性の方がいざという時強いのかもしれません。3歳の娘もいたし、私がメソメソしているわけにはいかなかったんです。無我夢中でした。陽子さんは3歳になる娘を連れて毎日病院に通った。3歳の娘は病室には連れて入れない。小児病棟なので親が入院している患者に面会している間、兄弟たちが待っている3畳くらいの小さな部屋があった。そこで3歳の娘は持参した絵本やおもちゃで遊びながら、母親が病室から戻ってくるのを待った。娘もただの一つもこねず、けなげでした。このままだったら3歳の娘が精神的に参ってしまうって思いました。何かこの子と楽しいことはできないかと考えました。娘は音楽がかかるとその曲に合わせて体を動かしていました。そうだ、娘と一緒に踊ろうって思いつきました。娘の友達も誘って週に1回は一緒にダンスのレッスンをすることにしました。そしたら近所のママ友達がママサークルを立ち上げ、私にダンス講師を依頼してきたんです。週1回のキッズダンスレッスンは口コミで広がった。ママ友達も陽子さんの状況を知り、娘を預かってくれたり、さまざまな応援をしてくれた。息子が入院して半年が過ぎる頃、夫が平日なのに家にいることが多くなった。不審に思って問いただすと、会社をクビになっていたのだ。陽子さんと娘が必死に現実に立ち向かっている時、夫は働く気力をなくしていたのだ。驚くことに陽子さんの父親の退職金を前借りしてもらい、それを生活費に充てていたのだ。息子の病気が発症してから夫婦のすれ違いが始まり、会社をクビになっていたことや父親から借金していたことを隠していたなんて。一番辛い時に支え合うのが夫婦なのに、この時から夫との離婚を考えました。それから夫は生活費を一銭も入れてくれないので、私が働くしかありませんでした。陽子さんは時間の自由になる営業の仕事を始めた。キッズダンスサークルが地元で評判になり、公民館などで次々と教えるクラスが増えていった。やがてダンス教室だけでもなんとか生活できるようになっていった。ある時夫が何かで激怒し、70歳になる陽子さんの父親に椅子を投げつけた。それがきっかけで34歳の時離婚した。結婚3年目に離婚を考えるようになり、それでも10年我慢して結論を出しました。
息子は2歳の時退院できたが、その後も入退院を繰り返し8歳で他界した。息子が亡くなった時、自分の体の一部がもぎ取られたような痛みを感じました。娘が私を支えてくれました。その後ダンス教室は順調に伸び、単なるママサークルからビジネスに成長していた。陽子スタジオを開設するまでになっていた。ダンスは体を通しての表現です。ダンスを通して子どもたちの可能性を広げていきたいと思っています。離婚して6年が経ち、ダンススタジオの経営者としても様々な取り組みをしてきた。スタジオの子どもたちがヒップホップの世界大会に出場し、好成績を収めるようになってきた。何度目かのヒップホップの世界大会に子どもたちを引率してニューヨークに行った時のことだ。その時レスリング大会が開催されていて、その選手たちと同じホテルだった。陽子さんがエレベーターに乗っている時、後からエレベーターに乗ってきたレスリングの選手の一人に一目惚れされた。部屋に戻ると彼から赤いバラの花束が届けられた。日本人とは違う熱烈でストレートな愛情表現にほだされ付き合うことになった。ニューヨークに滞在中、ホテルの部屋には毎日花束が届けられ、デートの迎えにはベンツで来るんです。行き先は高級レストラン。夢のような数日間でした。毎日結婚しようと熱烈にプロポーズするんです。夢のような数日間が過ぎ、陽子さんたちは日本へ帰国。陽子さんの心もいつの間にか彼を思っていた。帰国後は手紙のやり取りが続いた。その年の暮れには彼は、陽子さんの父と娘に会うために日本へ来た。彼はすぐにでもニューヨークに来てほしい、一緒に暮らしたいと言ったが、陽子さんには軌道に乗ってきたダンススタジオの経営があった。陽子さんのレッスンを楽しみにしている生徒たちがいる。多感な年頃の娘もいる。いくら好きでも今まで続いてきた生活のすべてを投げ打ってニューヨークに行くことはできない。彼は数日間日本に滞在して帰っていった。年が明けて陽子さんは自分の体の異変に気づいた。胃のあたりが重苦しい、吐き気もする。病院に行くとやはり妊娠していたのだ。すでに妊娠4ヶ月になっていた。陽子さんはこの時40歳になっていたが、産むことに迷いはなかった。国際電話で彼に知らせると意外な答えが返ってきた。彼も喜んでくれると思っていたんですが、彼が私に話していたことはほとんど嘘だったんです。自分の車だと言っていたベンツも借り物、あの時借金してカッコつけていたんです。私と一緒に暮らせない寂しさを埋めるためだと彼は言っていましたが、他の女性と一緒に暮らし始めていたんです。騙されたと思いました。でも子供を産むことに迷いは全くなかったです。娘はすでに高校1年生になっていましたが、お母さんの人生だから産みたければ産めばいい、ただし彼が家に来るのは嫌だから会うときは外で会ってくれと言われました。陽子さんは授かった命だから産みたい、亡くした長男の生まれ変わりかもしれないと思ったそうだ。彼は子供が生まれたときニューヨークから会いに来てくれた。そのときはすでに一緒に暮らしていた女性とは別れていたそうだ。それから3年が経ち、陽子さんはシングルマザーとしてダンススタジオ経営者として明るく前向きに生きている。この子が生まれてきてくれたことで私の生活も180度変わりました。スタジオの仕事はどうしても夜遅くなりがちでしたが、今は5時で上がり、あとはスタッフに任せて息子を保育園まで迎えに行きます。朝は6時に起き、夜は10時には寝ます。健康的ですね。はい、食事も有機野菜を食べるようになり、健康には留意しています。娘も次男を可愛がってくれます。家の中は次男がいることで明るくなりました。今娘は私の良きパートナーに成長してくれています。子供を通して大切なことを学ばせてもらっています。陽子さんの家ではニューヨークにいる息子の父親のことはタブーになっていて、陽子さんも娘さんも話題にすることはなかった。虫の知らせというのでしょうか。ある日3人で慌ただしく朝食を食べていると、息子が突然、
パパはどこにいるの？会いたいなと言い出したのです。思わず娘と顔を見合わせてしまいました。私はニューヨークにいる彼にこのことをメールで知らせました。彼から秋にモントリオールに遊びに来ないかとのメールが来ました。秋になったら息子を連れてモントリオールに行こうと思っていました。彼の亡くなる3日前に息子が、ママ僕パパと映画見に行かなくちゃって言うんです。なんでと聞くと、だってパパと約束したんだもんって言うんです。おかしなことを言うなと思っていたら、彼の友人から彼が死んだというメールを受け取りました。親子というのは命の深いところでつながっているんですね。最後に一目息子に会いたかったんだろうなと思いました。ロシア人の彼はかつて格闘技のチャンピオンだった。陽子さんは夫婦という形は取らなくても、息子の父親として必要な時は連絡を取り合っていた。彼は体の不調は一切言わなかった。彼の父親が数年前に亡くなっていた頃から、一人暮らしの寂しさも手伝ってか、酒に溺れアルコール中毒になっていたそうだ。自分の弱みを陽子さんに見せなかったのは彼のプライドだったのだろう。思い返してみると、彼ほど情熱に愛してくれた人はいなかったと思います。息子はちょっとした仕草が彼にそっくりなんです。時々あまりに似ていて笑っちゃうこともあります。この子を見ていると、産んでよかった、彼を愛してよかったと心から思います。陽子さんは2人の子供たちとスタジオの子供たちに囲まれ幸福に暮らしている。ダンスという表現を通して子どもたちの夢の翼を広げるお手伝いがしたいんです。どの子も必ず伸びる目を持っています。陽子さんの夢も大きく広がっている。あ、千草満さん、今西信弘さん、ご視聴ありがとうございます。はい、今日はですね、シングルマザーでダンススタジオを経営している、中島陽子さん43歳、当時の年齢ですね、の方の、ドキュメンタリー読ませていただきました。この方はね、実はフジテレビ の夕方のチャンネルにも出たことがあるんですね。ヒップホップの世界大会で子どもたちが1位になったことがありまして、それで取材されてテレビに出たんですね。はい、でその彼女のね、すごいところっていうのは、そのヒップホップの世界大会ね、ヒップホップスタジオをね、経営されているんですけれども、今もっと大きくなってると思いますけど、私が取材したのはだから18年9年前ですからね。お金がない、お金がないっていうか、あんまり余裕のないご家庭の子どもたちもヒップホップのレッスンに受けに来ているわけです。もちろんね、裕福なお子さんも来てたと思うんですけど、そしてチームでアメリカの大会に出ようってなった時に、日本大会が確か1位になったんですね。そして世界大会に参加できる資格を取ったんですが、大会に出るためにはオリンピックじゃないですからね、国から支援も出ませんし、自分のお金で行かなければなりません。そうするとそのお金を工面できないご家庭の子どもたちもいたんですね。でその子たちを全員ね、そのチーム行かせてあげたいっていうことで、陽子さんは地元の企業回りをしました。そして子どもたちの支援のお願いをして、なんとかね、そのいけないお金を工面できない子たち の, いける渡航し資金もね、なんとか作り出したんです。そしてチームの子どもたちも子どもたちの中で考えて、休みの日とかですね、公園でダンスのイベントを自分たちで主催して、そして缶とか帽子かなんだか分かりませんけど、お金、今大道芸人がよくやってますよね。自分の芸を見せてお金をいただくって、そういうこともして、子どもたち自身が自分たちで考えて、自分たちでも少しずつね、お金を工面したっていう話を聞いています。それはこの中に産む産まないとは違うので書いてないんですけど、すごくね、ダンスを通して子どもたちを本当に育てていこうっていう思いの強い方でした。でこの読んでいてもね、
なお子さんを3人産んで1人は難病で亡くし、そして離婚してシングルマザーでも迷いもなく妊娠したら子供を産み育てるというちょっと母性愛がやっぱり強い方だったんだと思うんですね。だからダンスのキッズスクールもうまくいったんでしょうね。とても綺麗な方ですよ。美人でスタイルも良くて、で今もですね、多分今もう還暦過ぎてますよね。まだご自身もダンスを踊ってます。やっぱ素晴らしいなと思います。ね、ちょっとまた17、8年経ってお会いしてみたいような気もします。なのでね、まあ私も思うんですけど、子供は授かり物。そして昔のことわざでよく言われたのは、子供が生まれる時に食い縁を持って生まれてくると言われているんですね。そして子供は3歳まで本当に可愛らしい。でもう3歳のうちにもね、育ててくれている恩返しはもうその可愛らしさで愛らしさでしているっていうふうに思います。だんだんね、私も男の子を2人育てていますけど、本当にね、3歳までというか、まあ男の子でしたから、まあ、ギャングエイジと言われる3、4年生までね、本当に可愛かったですよ。そう、でもだんだん中学生になると、ちょっと小生意気になってきて、言うことも聞かなくなったりね、しましたけど、本当に子育てっていうのは、自分育てなんだなって思うんですね。子供によって本当に教えられたことがあります。自分の思うようには子供は行動しませんし育ちません。でもよく考えるとね、まあ夫もそうですよね。まあ他人は、まあ子供は他人ではないけれども、自分以外の人は自分の思う通りにはならない。そう思うとね、ストレスがたまりません。人を変えることもできません。自分が変わるしかないんですね。自分が変わったり、自分が捉え方、その人の言動などね、捉え方を変えれば、ストレスがたまらなくなる、たまらなくなるんじゃないでしょうか。ちょっと産まないとは話が逸れたかもしれないけど、でも一緒かな。まあ、幸いにして授かった人は、ぜひね、子供を下ろさずに産んであげてほしいなと思います。そしてあと一つ思えることは、この陽子さんもママ友が支えてくれたということですね。で最近の若い人たちの話を聞くと、なんかあまりママ友もできなかったり、公園仲間ができなかったり、ママ友で階級ができたりなんていう話もちょっとちらほら聞いたりしますけど、やっぱりね、お互いに支え合って守り合って助け合う関係を築く受けると子育ても楽しくなるんじゃないでしょうかね。私自身も、まあ、8年間は専業主婦だったんです。その後だからずっと何らかの形で仕事をしています。でも今思うと、仕事ができている、仕事ができる女性でよかったなと思っています。何もないとね、人生つまらないと思うので、ありがたいなと思います。そして8年間専業主婦でいられたことで、ストレスをためずに子育てをすごく楽しめたんですね。子供からいっぱい宝物をいただきました。今も私の心の中にありますね。だからそんな億万長者とかお金持ちではないですけど、幸せです。やっぱり心の中にね、どんな宝物をいっぱい積んでいけるのかな、それが幸せにつながるのかなって思います。はい、次回はですね、とりあえず当分は、子供を産んだ人、2人以上産んだ人のお話で、その後は、子供を1人だけ産んだ人、その最後は、子供を産まない選択をした人のドキュメンタリーを読んでいきます。次回は3人の子供たちとは互いに良き理解者、NPO 法人福祉ネット7の家理事長さんのお話を読んでいきます。この人もね、障害児を抱えながらも懸命に子育てをした方のお話です。で、こういうね、ドキュメンタリーもね、今読まれるのか読まれないのかわからないんですけど、産む産まない妻たちのつぶやき、森本和子著、アースメディア発行です。オンラインっていうか、なんだろう、楽天や BK1、そしてアマゾンなど、ネット書店ではすぐに購入できますので、ぜひ、
読んでいただければと思います。身近にいろんなことをね相談できる人がいればいいですけど、いない方はね本当に先輩の話を読むと参考になるかと思います。はい、それではご視聴いただきました方ありがとうございました。またお会いできるのを楽しみにしています。それではまたお会いしましょう。さようなら。作家でヨガ講師加古でした。